Good morning, London! Good morning, マッキントッシュということで、私、どんどん、次は、ロンドンに上陸しました。私、今年何回目かな ?4 回目のロンドン来すぎやろ近年ちょこちょこ上陸しております、こちらのロンドンですが、今回はですね、マッキントッシュさんにお邪魔するためにロンドンにやってまいりました。ギャルピロンドンといえばマッキントッシュ。マッキントッシュもですね、数年にわたってご紹介してまいりましたけども、とうとうこちらのマッキントッシュ本店にやってまいりました。本場で見るマッキントッシュはどんなもんか、やっぱりね、街歩いてるとおしゃれな方が多いね。ロンドンは色使いが素敵だったり、ちょっとディティールが可愛かったり、そういう方が多いので、ちょっとマッキントッシュチェケラしていきたいと思います。はい、グッモーニングッモーニングマーロンさんでございます。ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。Welcome to the Macintosh Thank you. 素敵ですね。ちょっとご案内していただきます。こちらの店長さんでよろしいですか。マーロンさんです。はい。じゃあご案内していただきたいと思います。In Britain, we're obsessed with the weather. Yeah. We invented this rubberized cloth. Yeah. With cotton and rubber. Yes. And with this cloth, we made the first sort of real traditional English raincoat. Yeah. So now Macintosh, we have this big long history of protecting people against the weather. Mm. And a Macintosh, the word is a word actually used to describe a raincoat in England. Yeah. Mm-hmm. So when it's raining, people say we're going to wear a Macintosh. Yeah. So it comes from the beginnings of our company. 馬かなんかに乗る時のね、あの200年前っていうこと。すごいね。車なんかございませんから。ホースライダーホース to ride a horse あのすいませんマロンさんいや200 years ago どんだけだしっていう。 So all our coats are still originally made in the same sort of location in the same area。 でもね、分かります。こちらのやっぱり雨が多いでしょう。そしてあの傘あんまり差す方いないでしょう。あのレインコートっていうのもうおしゃれで、ちょっとこういうゴム引きのものでって気持ち分かります。そういう国で生まれたゴム引きでございましょう。本当ですね。じゃあそれでは、の私ちょっと店内をうろうろしながらいろいろ試着していきたいと思います。はい、というわけで店内にご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まず私が着ているのこちらの、日本でも購入できますこちらの新作のコートになります。こちらはゴム引きのケープのタイプになります。かわいい、かわいいよね。やっぱりこのゴールド あの金ボタンが華やかでとっても素敵かなと思いますし、この中にね、実は、こういうねチンストラップっていうらしいんですけど、こういうものがついていて、ここ襟をね立てて着ることができます。へえ、あ、素敵。うん、私も寝るとまたちょっと印象変わるよね。だいぶこうやって上げることでだいぶあのポイントが上に上がって、またそれはそれで素敵かなと思います。まあ、あの中に着るものをあまり選ばないというか、例えばちょっと厚手のニットとかのシーズンでも、まあ、雨がちょっと降ってきたりとか、まあ、降らなくてもあまり気にせずに着れるっていうのが、まあ、ポンチョのいいとこだと思います。可愛いよねマント。ポンチョ好き。うん、こっから手出すタイプのもの多いけど、これってちゃんとカバンも持てますし、そうで、あのショルダーはちょっと難しいかもだけど、まあ皆さんお好きな斜め掛けとか、まあ、手に持ったりもできますし、行動がとっても楽だと思います。でこのボタンもあの開け閉めできますから、その辺もご自由にどうぞということです。はい、でこの辺があの日本でも購入できる新作がありますので、日本で購入できないものを紹介してもしょうがないから、ぜひともこちらの方紹介、私もいろいろ試着していきたいと思います。はい、マッキントッシュといえば、先ほどもお伺いしましたけれども、ゴム引きが結構ね歴史あるデザインなんで、こちらのちょっとゴム引きの方チェックしていきたいんですけれども、まあ、同じあの形でオレンジありますよ。これもうパキッと雰囲気変えていくっていうのだいぶ重要でしょう。やっぱり黒が多くなるから、2着目3着目の方にはこういう華やかな人と違うファッションをちょっとしたいぞって方にはこういう色もいいんじゃないでしょうか。ちょっとあとこの辺がやっぱりね私好きなんですね。こういうあのトレンチ型と言いますか、ちょっと着てみましょうか。マーロンさんにボタンを取っていただきよろしくお願いします。
やっぱり素敵よね。このロングの感じとかもとってもいいし、ちょっとじゃあちょっとチェンジしていきたいと思いますよ。少しこの中もなんかこうアートのような可愛いよね。なんかピラピラってした時にダブルでちょっとオーバーサイズが今年のポイントらしいですよ。可愛くない？まあ結局好きよねっていう。これいい習慣。あー、センキュー。本番に着せていただくどうでしょう。すごい素敵。いいよね。ゴム引きなんだけど、これはそこまでこうなんかバキバキ硬い感じもないですね、着た感じで。やっぱりあの、私今日ノースリーブ中着てますけれども、ニットも着れるようなゆとりもありますし、ちょっとオーバーサイズがちょっと今っぽかったりするじゃない。止めたりね、止めたりなんかしても今っぽいよね。これがね、黒いポイントが出てきて、それまたいいわね。だいぶ印象変わってくるね。かっこいいよね。これみんな大好きで、色もカーキといいますか、オリーブグリーンといいますか、こんな感じで、ちょっと白も見えるとまたちょっと爽やかな感じで、かわいいね。好きよ、私は結局好き。去年はブラウンご紹介したかな、ね、あれ似合ってたと思うんですけど私、はい。まあ、ちょっと秋の始まりとか、まあ、冬は冬で結構風通しませんので、ゴム引きっていうのは結構保温性に優れてると思います。じゃあ次着替えたいと思います。こういったものなんかも可愛いかなと思いますね。表に飾ってあったものでしょうか、ね、聖子さんカラーじゃない。これでもなんかコートなのに寂しくならなくていい ね、 ね、ちょっとこれよろしいでしょうか。シングルなのでまたちょっと印象が違うかと思います。ありがとうございます。可愛いんじゃない。可愛いんじゃない。これそれ、あ、とても軽いですね。これはグレーとブラウンじゃないですか、明るめのブラウン、それからからし色、マスタード、この3色ですね。シングルだとまたちょっと印象がだいぶ違うと思います。なんかダブルのトレンチタイプと、これはウエストにベルトがないタイプなんで、また A ラインを楽しむような感じかなと思います。で、ちょっと待って、好きかもしれない。え、好きかもしれないの。あと肩 の、 切り替えの仕様がちょっと横で見ていただくと面白いんですけれども、うん、はい、ラグランとこう肩から下の切り替えが前後で別になっている配色になっていて、うん、それを配色で仕上げているのがまた、はい、かわいいかわいいかわいい。え、待って、好きかもで、またこれを折りたたんで、これはまたそう、ここにちょっとラバーがついてる感じ。ラバーなのかな、ね、ラバー、はい、で襟は？襟は普通？あ、グレーっぽくなってる。立てるとグレーになってて。いいじゃない。ちょっと見てくるわ、私。あ、かわいい。あ、待って。待って、好きです。好きです。今日なんか私ちょっとショート気味のパンツ合わせちゃってますけど、フルレングスのパンツでちょっとごつめなブーツなんか合うような。なんかそれでダボッダボッと着るとさ、かわいい人になれるじゃん。で、これをこっちにね、こうやって。マロン？ミスターマロン。ありがとうございます。Thank you。 こういう感じでね、ちょっとお袖が少しこうしぼまるとまたね、まあ、でもせっかく今ロンドンにおりますので、ちょっとかっこよく着たいんで、まあ、ギュッと秋だよ秋だよって言われているようなカラーですね。全部ベージュとかブラウンとかさ、グレーとか全部が入ってて、なんか秋欲張り気味の、なんか日本の秋の味覚みたいなコートじゃない、わからないけど、わかるわかる、ギンナーンみたいな、サムシングギンナーンサムシング、あ、もうミージーみたいな感じ、よくわからないわかりませんけど、でもキュキューとか見縛った時なんかも可愛くない。待って、あれ可愛い、好き好きです好きです。おすすめかもしれない。あれ、ちょっと狙い目狙い目。これゴム引きのシリーズいろいろご紹介してみましたので、次はですね、大人気のハンビーシリーズをご紹介していきたいと思います。これは新作でしょうか。スタッツがこういう風にあしらわれているハンビー、今年の新作だそうです。ハンビーといえばもう本当にもう何年やらせてされてますか。やっぱり着やすさとずっと着られる感じ、それで大人気ということなんですけども、今年もやってまいりましたハンビーの時期、こちらもちょっと着させていただきたいと思います。あーねー、どうでしょうか。これはいいね、着やすいですね。これはやっぱり人気あるの分かりますね。これは本当にシルバーの金具で、こ
ここにスタッツがあって、でポケットがちょっとこう斜めについてる感じ、可愛いんですよね。でこの A ラインの感じが後ろから見てもとっても可愛いんじゃないでしょうか。じゃあここにチンストラップといって、またはい、あここに、だからこういうのも昔からのこの歴史あるマッキントッシュ、昔の仕様もそのまま大事にされて、こういう風にチンストラップ隠れてる。わかるわ、チンストラップが邪魔な時あるじゃない、ここにブラブラしてると、うん、で邪魔な時はここにします。チンストラップしたとって邪魔じゃない。チンストラップしてもここになんかカクカクみたいな、ムチ打ち症ですみたいにならない。かわいい。チンストラップしてもこのこっち側にもスタッツが見えますでしょ。ちゃんとだから両面からこうしっかり入ってるんだね。そういうことだね。それがもうあのアクセサリーじゃない、まるで。これもあのちょっとダボっとしたゆるっとしたズボンとかでもかわいいと思いますね。かわいいね。確かにあのゴールドからシルバーになるだけでちょっとなんていうのかな、少しかっこいい感じ、華やかな感じからクールな感じ、そしてちょっとだけカジュアルな感じにもなるのかななんて思ったりしますので、じゃあこちらもハンビンシリーズいっぱいあるんですけれども、これはゴールドのタイプで同じ、全く同じ形、チェスタータイプが今年初めて出てきました。あーチェスタータイプ、ちょっとじゃあ着てみましょうか。はい、今シーズン新たに出ましたこちらのチェスタータイプのハンビン。チェスタータイプは少し大人っぽく着れたりするのかな。で丈が少し長めになることでコクーン型のシルエットになっているそうですよ。どうですか、確かに A ラインからコクーンな感じありますよね。はい、これは毎日着れるわね。いいじゃない、ちょっとこれ見てくるわ。これだったらのちょっとなんかシャツとかも楽しめるような感じですよね。そして大人っぽく着られるんじゃないでしょうか。なるほどね。いや私ちょっとこのこれも同じ形だと思うんですけど、チェスター型になったハンビー、ちょっと後でちょっとコーディネートしたいと思います。あとこちらのこういうねエコムートン型のこういうショート丈もありますね。こういうのも着やすいかと思いますね。からのショートのグリーンにしてみようかな。ねえ、コーディロイタイプの本当にあの軽いジャケット代わりになりそうなハンビー、こちらもちょっと着ていきたいと思います。よく見えないかもしれないけどこれはね深いグリーンになってますね。ちょっと着てみましょう。はい、こういったあのものはちょっとデニムなんかにあったりもしますよね。お袖がこんな短いタイプ、だからあのちょちょいとこうジャケット持って出る代わりにこれを持って出るっていうのもありかもしれないですね。羽織ですね。このドロップショルダーがまたちょっとリラックス感を出してくれてるんじゃないでしょうか。かわいいね、カジュアルでいいね。ちょっとした羽織よ。あ、いいじゃない、私ジャケット好きだから、ジャケットの代わりにちょっとカジュアルめでかわいいね。でコーディロイだから本当に軽いし扱いがなんか楽な感じしますね。なんか秋の訪れ、これぐらいの1枚でもいいぐらいな感じだね。まあ中ほら半袖の T シャツとかでもさ、シュッてなんかまあ秋ですよっていう感じで着られるんじゃないでしょうか。まあ秋冬だけじゃなくて春先にも着られるんじゃないでしょうか。すごい素敵、ちょっと傘かわいいのよね。ちょっと今目の前にグリーンがあったからさ、かわいいじゃない。お嬢さん、すぐお嬢さん、何お嬢さんって意味わかんない、分かる。傘までコーディネートできるマッキントッシュ。はい、そんなわけでですね、私この辺のねコート、これは1枚仕立てのウールのこんなコートも出てますので、この辺持ち帰りまして、ちょっと私のコーディネートなんかご紹介していきたいと思います。はい、ロンドンの街で滝沢溶け込められるのか、神岡滝沢は溶け込むことができるのかっていう。まあでも日本でもそうだけど、やっぱり結構毎日着そうなものをちょっとセレクトさせてもらってご紹介していきたいと思います。簡単なコーディネート、誰にでもできるコーディネートをご紹介したいと思います。はい、1着目ご紹介します。結構寒い、ロンドン寒い。チェスタータイプのハンビーコートになります。でちょっとこのコクーンシルエットが可愛いのでこんなコーディネートにしてみました。まあ、いつも履いているこういう、まあ、ちょっとブーツに合わせやすいかなと思って着てます。まあ、レギンスと、まあ、本当いつものスタイルに羽織るだけで素敵になれるかなと思ってます。まあ、皆さんこういうバッグとか斜め掛けとかしたいかと思うんですけど、まあ、これも全然叶うような、すごく日常にぴったりのコートだと思います。
じゃあこちらの1万円仕立てのケープを着てまいりました。どうですか、ちょっと他の部分をブラウンにして小物は黒と白で締めてみました。とっても落ち感の綺麗なケープなのですごくシンプルスタイルで、さらにちょっとエレガントにしてみたいなと思ってこんな感じにしてみました。エレガント仕上げもいいですけど、もちろんカジュアルにデニムスタイルとかでも合うと思いますし、結構中身何も気にせず羽織れて便利なコートです。はい、というわけでロンドンからお届けしましたマッキントッシュ、いかがだったでしょうか。今年のね新作も含めていろいろなものをご紹介できたかなと思います。ぜひぜひ大人気のハンビー、それからゴム引きのコートなんかもチェックしていただけると嬉しいです。今回ご紹介したものはもちろんロンドンだけじゃなくって日本でも購入できますし、オンラインサイトなんかもありますので、ぜひそちらでチェックしてみてください。はい、というわけでロンドンからお届けしました。 See you!